にちは、エポクタイムズの金丸信也です。今日のテーマは、恒大の倒産は悪夢の始まりです。鳥を殺して猿を威嚇するように、恒大グループの許家印会長が習近平氏によって逮捕されました。これで中国の不動産時代は幕を閉じるのでしょうか。不動産バブルが弾けた後の結果は深刻です。恒大の倒産は悪夢の始まりに過ぎないでしょう。金融危機と経済崩壊によって中国は大混乱の時代に突入する様相を呈しています。本日はこの話題について皆さんと一緒に見ていきたいと思います。本日の構成はこちらです。1、許家印会長逮捕。2、経済崩壊への連鎖。3、錯覚するニラ。以上3つのテーマに沿って進めてまいります。今日の動画を見終わった頃に、皆さんは中国が直面している経済危機の現状について客観的に判断するための情報をいち早く入手することになるかもしれません。情報は知らなければコントロールされるだけ、知ってさえいればコントロールされることはありません。ですので、どうか最後まで動画を見ていただきたいのですが、その前に少しオーガニックコーヒーでも入れてリラックスしてからご覧ください。中国の不動産開発大手恒大グループの会長である許家印氏が、最近中国共産党の警察により正式に逮捕されました。この一報は世界中の多くのメディアで大きな動揺を引き起こしました。意見は様々で、恒大が終焉の時を迎えた、不動産の債務危機が臨界点に達した、さらには恒大が倒れれば中国経済が連鎖的に崩壊するとの見解も存在します。2023年は大きな変化の年となるかもしれません。中国の不動産業界のトップ恒大グループは本当に倒れるのでしょうか。もし倒れたら中国社会にどのような影響をもたらすのでしょうか。アメリカ在住の中国の民間企業家であるモーグン氏は、新東人テレビの番組精鋭論壇で、許家印氏の逮捕が意味するものは恒大グループの完全な崩壊であり、これによって中国の不動産時代が完全に終わったと述べました。恒大に起因する問題は不動産にとどまらず、金融システムにも深く影響しています。恒大の問題を過小評価すべきではありません。恒大の後には郵送、碧桂園、遠洋、中共国営企業である華潤など多くの不動産企業も危機に直面する可能性があるのです。モーグン氏の北京の友人からの報告によれば、北京の大手不動産会社である大華グループも崩壊の危機にあるといいます。しかし中国国内メディアでの報道は禁じられています。その理由は、不動産業界が多くの産業に影響を与えるからです。モーグン氏によると、中国の不動産は正常に発展している産業ではなく、国の GDP を押し上げる手段でした。不動産は中国の GDP の重要な部分を占め、鉄鋼、セメント、木材、輸送、家電など多くの産業を牽引してきました。しかし中国共産党は不動産産業を適切に管理し、健全に発展させることができませんでした。不動産業界は共産党の権力者たちの資産の現金化や資金集めの重要な手段となっていました。したがって恒大の問題から不動産業界全体の崩壊、国全体の金融システムの崩壊、さらには国全体の経済の完全な崩壊につながる可能性があります。大紀元時報中国語版の編集長郭君氏によると、中国の経済発展は過去十数年にわたり主に3つの産業、すなわち不動産、インターネット、輸出入に依存していました。インターネット産業はすでに大幅に規制されており、輸出入は今年大幅に減少しています。したがって不動産が最後の柱です。許家印氏逮捕の事態は実際に2つの兆候を示しています。1つ目は、不動産業界がすでに持続不可能であり、今後の状況はさらに悪化するであろうこと。2つ目は、人民元資産価格の大幅な下落の可能性であり、基本的に中国大陸の一時代の終焉を意味しています。すなわち、
中国経済の高度成長期は二度と訪れません。加えて政治的不安定と大量の資本流出が中国経済に影響し、中国経済はいわゆるラテンアメリカ化の段階に入ったと、国際的には一般的に見なされています。今後の問題は単なる停滞にとどまらず、崩壊の可能性もはらんでいるのです。大紀元の資質、石山氏によると、中国にはさらにもう一つの大きな問題が存在しているといいます。それは企業の外国債権、特にドル債の問題です。例えば、恒大グループは現在約360億ドル以上の外債を完全に償還できない可能性があります。そのため、アメリカで破産保護を申請しています。これは外国債権保有者がアメリカの裁判所で訴訟を起こすのを恐れているからだと言います。訴えられると海外の資産や株式が凍結される可能性があります。株式が凍結されれば数多くの問題が発生するため、恒大はあらかじめ破産保護の手続きを行っているのです。しかしながら恒大は確実に倒産すると予測されています。中共が資産を保護する手段として、倒れようとしている企業の資産を先に手に入れ、国内の銀行融資を回収することで、国内の資産を保護します。海外の債権保有者が考慮されるのは最後で、場合によっては一切保証されない可能性もあります。例えば100ドル借りて2ドルしか返さない。これを受け入れなければ一銭も得られない可能性があります。この方法で海外の債権者に圧力をかける可能性があるのですが、しかしこれは後遺症を伴います。なぜならこれ以降、すべての中国企業や中国の地方政府、中央政府が海外でドル建て債券を発行し、国際市場で資金を調達しようとすると、信用がないために非常に困難になるからです。毛軍氏によれば、恒大がこの時点で倒産するのは、習近平に他の手段がなく見せしめにせざるを得ないという状況を反映していると言います。習近平氏の許家印氏に対するメッセージは、自己救済の機会を与えた。だから建物を渡せばよいというものでした。しかし、許家印氏は2020年からずっと自分の資産を必死に移動させ、海外に逃げて隠れようとしました。しかし、結局捕まり、今は完全に拘束されています。少し前、許家印氏はアメリカのニューヨークで恒大の破産保護を申請しました。直後には中国の不動産大手ユーソー中国も破産保護を申請しました。ユーソー中国だけでなく、多くの中国の不動産会社も大部分の資産を海外に移転しており、それらすべてが海外で資産保護を申請しようとしています。一旦保護されれば、これらの資産は中共が回収不可能となります。中共の真の目的は、これらの民間企業の全資産を自分たちの手に取り戻すことです。例えば、恒大の負債は約 2.4 兆元に上りますが、資産も約 1.8 兆元保有しています。恒大が倒産すれば、この 1.8 兆元の資産は中共が回収しようと試みるでしょう。6月28日に設立された海光忍受は、恒大の保険会社全忍受の資産を即座にすべて引き継ぎました。これは昔の安保保険のケースと同様、段階的に分割していく中共の一貫した手法です。郭君氏によると、恒大グループの負債は 2.4 兆元に上り、これは一国の負債に匹敵します。その大部分は金融機関と関連しており、企業債、金融債権、そして銀行融資が含まれています。中国は2週間前に預金準備率を 0.25 ポイント引き下げ、約5000億元の流動資金を市場に供給しました。しかしこれは恒大の負債の4分の1に過ぎません。よって恒大によって引き起こされる問題の規模がいかに大きいかを理解できるでしょう。中国大陸においてすべての不動産会社の背後には権力が存在せざるを得ません。その権力がなければ会社は機能しないのです。たとえ地方の都市であっても、そこに存在する不動産企業の裏には地方政府の権力や
官僚が存在しています。恒大のような全国規模を誇る大型不動産企業の場合、当然中央の最高層の権力が支援しています。しかし賢明な恒大グループトップ許家印氏であっても、共産党のやり方を理解していませんでした。つまり彼には2年の時間が与えられ、予約購入された全ての物件を購入者に引き渡すことを求められました。しかしこれは非常に困難なことです。中国経済の大きな流れに逆らって動くことなどできません。最終的には許家印氏が投獄され、この問題は一件落着となるでしょう。彼は2年前から国外脱出を許可されず、現在は逮捕されています。すべての罪状が彼にかぶせられ、ことが片付くことになります。石山氏によれば、専制体制という権力体制の中には、ある種の錯覚が存在しているといいます。それはつまり、自分が権力の中心に近いとき、自分も権力の一部であると錯覚してしまうということです。しかし実際には何者でもなく、単に権力の中心に近い位置にいるニラに過ぎません。大木ではなく、いつか刈られるニラに過ぎないのです。皆さんはどう思いますか？気持ちが膨らんでいるとき、誤った判断をしてしまいがちですよね。いつでも冷静な判断ができるためには、日頃からの鍛錬が欠かせませんね。さて本日最後にお伝えしたいことがございます。それはエポック TV の動画コンテンツ、未解決ミステリーについてです。なんとなく知っているようで知らない、なんとなく気になっていたけれど知るチャンスがなかった、とんでも話の都市伝説みたいで見下していた。このジャンルのコンテンツに関してはそんな人たちも多いのではないかと思います。しかしエポック TV の未解決ミステリーはきっと皆さんの期待を裏切りません。なぜならそのストーリーの中にとてつもない深みがあるからです。そして人生にとっての重要な気づきが多く含まれています。ワクワクするような本当の世界の姿を知りたいという皆さんの欲求に応えるコンテンツがずらりと揃っています。今日はその中からいくつかご紹介いたしましょう。スフィンクスの耳の裏に隠された秘密に迫る。スフィンクスの謎。ノーベル賞受賞者が発見した、実は人生は永遠に続くという衝撃。輪廻転生を科学的に証明。進化論では説明できない存在、ウイルスの正体とは。ウイルスのミステリー。などなど。多くの皆さんに見ていただきたいものばかりです。これからの激動の時代、真実は次々に明るみになるでしょう。あなたの正しい判断を助けるために、大紀元エポックタイムズジャパンが存在します。ぜひご活用ください。月額1100円で無制限にコンテンツやプレミアム記事をご覧いただけます。お申し込み方法は概要欄をご覧ください。それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回必ずお会いいたしましょう。To support your family and your community. We want to offer you the best education so you can grow wise and fair.
and join us in building a positive future for humanity. We hope to inspire you with goodness and compassion, to nurture your heart and soul with love and kindness, and fill your spirit with positive things. We'd like to share the tastiest meals with you, because you are part of our family. We want to bring you the most interesting, funny, moving, and exciting things so we can enjoy every single day together. We want you to be the best part of our world. Ganjing World. Technology for humanity.